はい、みなさんこんにちは。ママカロン TV のカロンです。スワット見せるのが恥ずかしいです。昼は暑いけど、朝と晩は結構寒いじゃないですか。今の季節こそちゃんと保湿をしとかないとやばいです。手軽に作れて効果抜群。今日紹介するこのパックは、韓国の女優さんが通っている有名なエステサロンの先生から教えてもらった秘密のパックです。材料は身の回りにある簡単なもので作れて、保湿力も高いものです。乾燥するとシアが目立ちますよね。今日教えるパックで保湿力を高めましょう。ママカロン TV。 家に転がってるバセリンとかありますよね。多分あると思います。探してみればこういうようなワセリンは1個あ多分あると思いますけれども、カロンも結構使ってるので、ほら見てくださいね、こんなに使ってるんですよ。そのぐらいあのワセリンってね、保湿クリームなんですよ。ここにも書いてますけれども、それで私は今の季節になると、かかととか膝とか肘とかに塗っていただくと結構サラサラなるんですね。まあ、説明ちょっと長かったんですけど、はい、まず用意するのはこちらのワセリンをティースプーンで2杯です。ちょっとねこれ硬いから、ちょっと手でちょっとやりますね。で1、はい、2、ティースプーンで2杯入れます。お湯で溶かした方がいいんですが、でもちょっと面倒くさいじゃないですか。それでその時は私はこういうようなヘアドライを使ってちょっと溶かします。溶かしました。卵の黄身だけを入れます。ほい、でまた混ぜますね。じゃあ蜂蜜を1杯入れます。蜂蜜好きなんでちょっと多めに入れたかな。次はオイル、家にあるオリーブオイルでもいけますし、アーモンドオイル、どっちでもいけますよ。オリーブオイルを1杯まだ入れますね。で混ぜます。こういうような状態になりました。ママカロン TV。 さあ出来上がりましたので、実際顔に塗ってみます。手で取って塗りますね。なんかバターを塗るような感じがする。一応カロンもね、何回やってみてもすごく効果が良くて、シワが目立つような目の周りとか口の周りをしっかり塗ってくださいね。ただ目に入らないように気をつけてください。こう目尻のところのシワとか気になりますね。そこにもまみに塗ってください。顔がすごく面白くなってますね。こんな感じですよ。ちょっと恥ずかしいけどこんな感じ、なんかミニオンジになってるわ。でもシアのためには頑張る。この状態で10分か15分ぐらい置いてから綺麗に拭きますね。拭く時には電子レンジにチンしたら簡単なホットタオルになりますので、それを使って綺麗に拭いたらもう結構綺麗に取れますので、それを使って取りたいと思います。ママカロン TV。 これで綺麗に取りました。あと15分ぐらい経ってホットタオルで綺麗に拭いて、それでお湯で綺麗に洗いましたが、これってねちょっと残りは何と言うんですか、そうクリームを塗った感じですかね。やっぱりワセリンが入ってるからそういうのもありますけれども、それで あまりゴシゴシ洗うと、せっかくワセリンで保湿力を高めたのにそれを全部取ってしまうと効果がないので、ゴシゴシ洗わないことです。はい、それでこのワセリンのパックをして顔を全体的にコーティングしたものなんで、潤いを逃さないです。だからあまりゴシゴシ洗わないでください。洗った後は普通の通りにスキンケアをしてください。乾燥の肌の方は1日毎日やるのもおすすめですけれども、あまり油っぽくて脂性の肌の方は週2回か3回がおすすめです。このパックは
手作りパックなのでちょっと合わない方がいらっしゃるかもしれないので、一回自分の肌にテストしてから使ってみてください。見て見て、このもちもちしてツルツルした肌、どうですか？皆さんぜひやってみてくださいね。いいね、チャンネルの登録お願いします。